えー、受け持ち患者さんが自殺して,まし,てしまったことありますかその方に対して今どんなふうに思っていますかまず、自殺してしまったことありますかというと、まあもちろんありますね。だから、なんだ、3000人に1人かな自殺者って3今3万に切ってますけれど、あの2万ちょっとぐらいなのかなでも、えー、2、3000人ぐらいに1人の割合、もうちょっと多いかな、えー で亡くなるのであの、やっぱりね、精神科をやってると、時々自殺の方は出ます。はい、であの、通院中じゃない方が自殺されることがほとんどですけどね、あの時々警察からですね、あのご存知ですかとか、体残ってますかって形で、ですねあの通院しなくなった方、半年ぐらい通院しなかったとか、1年前の患者さんが亡くなってるってことはありますね。うん 今どんなふうに思ってますかっていうと、うん、やっぱりいろんなこと思いますね。その患者さんごとにやっぱりいろんな思い出があって全然違いますね。うん、だから、うん、それはその精神科医だけじゃないんですけど、やっぱり医師っていうのは、まあ医師以外もそうですけど、医療従事者っていうのは、い、う、ろ、ん、んな人の死とかをの上にいますよね。どう考えたって。 うんだから、なんて言うのかな。やっぱりこう、普段はね、おちゃらけてるし、僕もそうですよ。で、もっと儲かんねえかなとか、給料上げてくんないかなとか、ね、休みが少ないぞとか、まあ、思うわけですよね。<laughs> 思ったりとかあの、飲みに行きたいなとか、ゴルフ行きたいなとか、みんな行ったりしてますけど、ふざけた話はしてるけど、 うんでもやっぱりねここのどっかでは常にそういう何かね死とか事故とか自分の不甲斐なさとか責任の重さはここのどっかに残っててそういう折みたいなものがどんどん積み上がってきますね。だからあの僕もどん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 そういう経験とかいろいろ責任のあることをや,やりながら医者らしくなってきたというかやっぱもっと頑張んなきゃなとか真面目にやんなきゃだなと思うようになりましたね。 本当にそう思うね。だから結局できないこともあるんですけど、じゃあできることはちゃんとやろうっていう風になっていくし、なんかこんな嫌な思いするんだったらね、給料とかのこととか話してたら下品すぎるなとかなんかね、だんだんそうなっていくのよね。本当にそう思いますね。だからそれがちゃんとやらない医者っていうのは、うん、やっぱり変な人たちなんだろうなと思いますね。ちゃんとなっていかない医者っていうのはやっぱりその問題があるよね。そういう、そういう経験をしてるのにもなお、 ね、悪いやつっていうのはいるから、うん、ダメうん何かを何なんだろうなって気になってきますね、うん、だからまあどんどん真面目になってきますねで純粋になんか綺麗事とか偽善とかじゃなくて本当に患者さんが良くなってくれるっていうのがただ純粋にうれしくなっていくっていうのはあるかなと思います。はい